今回は縄跳びを使った激痩せしやすい跳び方を紹介します。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、縄跳びダイエット、そして激痩せ跳びというのを紹介します。通常縄跳びはですね、ランニングと同じように有酸素運動、カロリーを消費できるんですけども、縄跳びっていうのは女性に関してはとてもデメリットがあります。というのも、とにかくジャンプをしますから、ふくらはぎがねすごく太くなりやすい。そして足の裏の使い方によっては、ももの横、ふくらはぎの横が張ってですね、外側重心の方なんかは足のラインがねすごい崩れます。で、今回はそういった点で改善できた跳び方です。まず最大のメリットとしては、全身運動になります。そして通常足のラインは縄跳びあんまり良くならないんですけども、今回足痩せしやすい跳び方になりますので、女性はおすすめです。メリットとしては、ふくらはぎのストレッチが行えます。太ももの裏を使うことができます。動きが大きくなりますから、カロリー消費が上がります。縄跳びランニングと違って場所を選ばないっていうメリットがあります。もし家の中でする場合は天井当たらないようにね気をつけてください。デメリットとしては、リズム感がないとそもそもね縄跳びできませんから、しょっちゅう足に引っかかってたらね、まあ、今回の跳び方はあんまり意味がないので、縄跳びが上手くなったら効果が絶大に出ます。で、素足でやるとですね、足引っかかったら痛いです。で、縄跳びっていうのは結構肩使いますんで、まあ、肩がねだるい方、肩がすぐ疲れちゃう方っていうのは、縄跳びをしっかりやっていくとね改善されます。ではやり方を説明します。通常縄跳びね、こうやってジャンプをするんですけども、その際はももの前、ふくらはぎをずっと使いながら同じ動きをしてますから、すごくねふくらはぎが大きくなって、すねの横、ももの横が筋肉質になったりします。そうならないためには、今回ですね、跳びながら足をこういう風に動かします。できるだけ足はペタペタ足の方がいいです。こういう感じで行うんですけども、その時にまず後ろ足を出すことによって、ふくらはぎがストレッチされます。毎回ストレッチされます。縄跳びはふくらはぎをずっと使い続けますから、跳びながらストレッチができるっていうのは、すごくふくらはぎにはね太くなりにくくなりますんで、おすすめです。そしてももを前に出す、後ろの足を前に出す時にですね、大腿直筋を使いますので、この大腿直筋が鍛えられている人っていうのは、内側広筋、外側広筋があんまりね働かずに太ももの筋肉を使えますから、つるんとした綺麗な足になります。そして出てる足を後ろに下げることによって、ハムストリングを使うことができます。通常はもうふくらはぎと膝の上だけです、こうやって。それが大腿直筋、ハムストリング、ふくらはぎストレッチっていうのを同時に行いながら、動きが大きくなりますから、カロリー消費がかなり上がります。ただ縄跳びがですね、これすぐ引っかかってたらですね、そもそもダイエットにならないんで、まず縄跳びをね上手くなるように練習してください。こういう風にペタペタ足でやってみてください。通常の跳び方と今の跳び方比べたら分かると思うんですけども、ふくらはぎの疲れが全然来ないです。このままだったらももとふくらはぎすごい疲れます。ですが後ろ足でストレッチをしていますから、ふくらはぎが疲れずにカロリー消費をできます。はい、お疲れ様でした。勉強だった方、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。まあ、縄跳びってですね、そんなに高いもんでもないですし、かといってランニングみたいにいちいちどっかに出かけなくても、近くの公園とか家の前とか10分とかね全然できます。普通の跳び方で10分やってしまうと、ふくらはぎほんとでっかくなりますから、
今の飛び方をしてもらったら縄跳びで全然ダイエットが可能です。カロリー消費結構あります。足を前後にするので動きが大きいのでぜひぜひおすすめです。ということで今回は縄跳びダイエット激痩せ跳びの紹介でした。チャンネル登録されてない方はぜひぜひこれからもダイエットにおすすめな方法、そして少ない回数で効くエクササイズっていうのを紹介していきます。今回もご視聴ありがとうございました。